田橋美希と村井真由美のお料理しましょう。こんにちは。こんにちは。お久しぶりで、ね、はい、2人で並んでこうやってお料理するのは久しぶりよね。なかなか動画が上げられなくてすみません。今年2022年がもう今日が最後かな、うん、こうやって撮るのは最後って、もしかしたらこの動画もう一本ぐらい、もう一本が撮れるかも。撮れてもこう、そうそう、もしかしたらそうそう投稿できないかもしれない。編集は間に合わないかもしれない。はい、すみません。そう、でも今日はですね、お正月が近いし、なんかおもてなし料理でかっこいいかなと思うものをご紹介しようかと思って、エビの揚げ新醤、うん、ね、あのね、揚げ方にすごいね工夫があるの。もう、うん、ママが、もう30年ぐらい前に習ったお料理 の日本料理のね、うん、料亭で習った技なんだけど、これがね覚えておいたら面白いですよ。分かった分かったどうぞお楽しみ。はい、それでは、はい、はい、スタート。説明します。エビは本当はね、芝エビとか買ってきて剥いてやればいいんですけど、もう剥きエビを使います。こういう剥きエビを、片栗粉をまぶしてよくこう汚れを落としてお水で流して、水気を切った状態で、これ何グラムあるんだろう、100グラム、100グラムでした。こういう感じ、いや見えないね、近すぎると、まあ、大きなあのエビでも何でも、王子にあるエビを叩いてもどうでもいいんですけど、それから今日ね、はんぺんを使おうと思って、うん、ふんわりするので、はんぺんはね、これ、1枚の4分の1ぐらいです、うん、を使います。それから、玉ねぎも4分の1カットぐらいですけど、これみじん切りにします。それと、これは付け合わせで使うししとうです。それから、材料はね、こんなもんなんですよ。あと片栗粉とか、うん、揚げ油とか、それからちょっと絞る、なんだっけ、カボスとか、そういうレモンでもいいんだけど、そんなものだけなの。じゃあまずこのね、本当はねフードプロセッサーでダーッてやればいいじゃないと思うけど、やっぱりねエビのねプリプリ感が残った方がいいので、これは刻んで叩くという感じにします。はい、はい、ではエビはこういうね、ちょっと黒いとかあるのやめとこうかな、なるべく取って、黒い筋は嫌でしょ。置いておきます。そしてはんぺん、はんぺん、まみちゃんさ、これさ、ここで手でぐじゅぐじゅっとぐじゅぐじゅっとして、うん、ぐじゅぐじゅっと。
き混ぜます。ちょっとこの状態で置いときます。でここにあえる、卵とそれからお塩、卵は黄身だけ使います。混ぜます。そしてここにあのマヨネーズを作る時みたいな感じに、油をサラダオイルでも私は大白ごま油使うんですけど、あの普通のサラダオイルでもいいんですが、これをだいたい大さじ2杯程度、少しずつ混ぜます。卵の1個の黄身に、30cc ほどのサラダオイル、または大白ごま油、ここにお塩、お塩小さじ2分の1です。はんぺんがあの結構塩気を含んでいるので、あんまりお塩入れなくても、ちょっと胡椒をください。胡椒も入りました。それでここに混ぜていきます。こんな感じです。そしてこれ置いといて、さあ玉ねぎです。玉ねぎはごく細かいみじん切りにします。できたら、さっき布巾を切った玉ねぎを布巾にくるみます。ここがまた料亭の大将に習ったやり方、布巾にくるんでこうやってくるみます。くるんでこれを流水でお水、水道の水流しながらキューッとやって、洗うんです。玉ねぎの嫌な苦みが取れるようにこれをこのまんま洗ってキュッと絞ります。洗いました。ギューッと絞ります。絞りました。そうしたら今度はここに片
栗粉を入れてしまいます。大さじ1杯ほど。濡れてるこれ。で、玉ねぎが水分出ないように片栗粉でコーティングしてしまいます。パラパラに。こんな感じなりました、はい、そしたら、はい、ここに戻します。それでは形を整えて揚げていきます。できました。これを揚げ方なんですけど、実はこの巻き酢を使います。そしてこれお団子にした片栗粉をつけました。これ乗せます。キュッ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 ってやると細長くなります。それを揚げるというやり方です。これがね、なかなかの技なんですよ。ではだいたい大きくても小さじ1ぐらい。ちょっと見せて、映ってないから見せて、うん、落としていきます。そうしたらコロコロコロって巻き酢にのせます。もう一個のせます。そしたらこうやるんです。こう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 、こういうの細長く、わかりますか？これ上がると膨れるので、もうちょっと太くなるので結構細長くて大丈夫です。はい、では揚げていきます。こういう風になると、こういう風にやって、こうやって、これを揚げていきます。なるべく巻き酢の端っこまでこれを転がして持ってきておいて、静かに入れます。油の温度は160度ぐらいですね。あんまり焦げちゃうと。こんがり色が色になったら揚げます。全部揚がりました。ししとうも揚げてます。もう火を消した状態の温まってる油の中で揚がればいいと思います。跳ねるのでししとうには少し包丁を入れてあります。
人盛りの場合はこんな風にすればいいと思うし、一つ盛りにする場合はこっちこういう風に見ていただいたらいいかな。今お庭から、ちょっと良さげな木を切っても葉っぱを取ってきました。こんな感じ。はい、完成です。お待たせいたしました、はい、完成がこちらです。はい、エビの揚げ心情です。なんかあのね、揚げ方のテクニック分かった？あ、見てなかった。な、何やりたいこと、これね、これ、あ、それは見てた。そうそうそう、じゃなんか油にあれがあるのかなと思って、うん、そうじゃなくて、ね、そうそうそう、マキスでね、こうやって、はい、やると形がみんな揃うでしょ、うん、でこれさ、お重にね、例えばこれお正月のね、うん、あのお寿司、うん、詰める時にも、うん、こう綺麗に並べられるでしょ、これだったら、うん、あの丸くお団子でもいいんだけど、でも細い方が飾りやすい、うん、と思いました。それで今日はあのエビの揚げ心情ですけど、今日はんぺんも入れてみてふんわりさせてみたんだけど、どうかな。これあのお味はついてるんだけど、お塩が必要だったら言ってください、うん、でもしあったら、うん、あの何、もみじおろし、うん、ちょっとのせても美味しいかな。お塩はいいよね。うん、私のおすすめはね、山椒塩がいいね。ちょっと持ってこよう。はい、じゃあ私もいただいてみます。はい、これちょっと、お酢をね、いただきます。うん、教授に言うんだよ。ふわふわ、おいしいです。ふわふわ、ちょっとその話を、うん、これはね、うん、僕も思い出があるのよ。ある？うん、あのママが料理を習いに、うん、赤坂の辰村っていう料亭にね、うん、そうそうそう、習いに行って何年か、まあ、最初の頃だったかな、うん、なんかこのエビ心情を作ってきて、うん、これ作ってくれたのよ、うん、その時ね、あ、なんかすごい、あ、これ料理だなって思う感じがね、したのがこれだったんだよ。そうだよね、ああ、そう、それとあとどんこ、うん、あのちっちゃな椎茸があったら、うん、椎茸の、うん、傘の中に、うん、あのエビシン詰めてあげるっていうのと、うん、この細長いのとをこうセットでね、肉詰め、あの、そうそう、ピーマンの肉詰めみたいに、椎茸のエビシン、うん、これもなかなかね、美味しかった。今日ね、いなんかね、椎茸がね、大きい椎茸しかなくて、なかなかこう形のいいのがなかったから、うん、スーパーで、だからそれはなくてたけど、もしあの小さな傘の可愛らしい、いい椎茸が肉厚のあったら、ぜひやってみてください。これおすすめです。美味しいです。簡単だもんね。簡単だったでしょ、うん、あの、いろいろやり方はあるんだと思うんですけど、私が習ったその辰村さんっていうところでは、うん、あの卵の黄身とサラダオイルで、うん、しっとりするの、うん、パサパサにならないの、うん、なので、うん、こんなものが家庭料理で出てくるっていう僕はイメージがなかったから ね、そういうの、うん、おお、なんか料亭のあれだなと思った、お料理だなと思った。あそこに通い始めたのは本当に結婚して間もなくなったからさ。そうだね。なんか10年通った？10年ぐらいやってたかしらね、うん、なんか毎月じゃなかったんだけどね、うん、もう年に6回ぐらいとか、うん、でもそこであの出汁の取り方もお魚のおろし方もそれから包丁の研ぎ方、うん、それも教えてくれたし、あの楽しかった。ふぶき純ちゃんが面白かったね、うんうん、だから今でも純ちゃん料理好きじゃん、うん、大好き、ね、やっぱりでとてもおしゃれな料理。そう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 、そうなの、うん、料理つながりなの、うん、今はイタリアン、うん、オールマイティ、オールマイティなの、うん、はい、そういうわけで今日ご紹介したのは、うん、エビの揚げ心情でした、はい、もしお時間があったらぜひこれ試してください。あの正月お客様が来た時とてもいいと思います。おすすめです。正月のもう一本ぐらい、あのあれだよ、うん、正月料理をもう一つぐらい作った方がいいよ、うん、頑張りたいと思います、うん、もう一本ね、うん、出すってことね。そうそうそう、お、うまい、これ、あー、よかった。ロースト、今日ローストビーフも
うん、見ててみました。これ、まあ、違う、作り方をね、ちょっとね、研究したっていうか、試作してみたの。このやり方、これやり方どうかなと思って、うん、これもとっても簡単にできるので、うん、この方法もお教えしたいと思って、うん、うまくかどうかちょっと今日やったの。うまい、うまいね。よかった。こんなもんです。一応は、じゃあ次回はこんなもの。うん、はい、返してください。はい。簡単にできるローストビーフ。あ、うまい、うまい。本当？よかった。というわけでございました。はい、おかげさまでだん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 登録者が増えてきて嬉しいんでございますが、もう一息なんですよ。いや、もう一息、何が何、どこまでもう一息。そうね、もう一息じゃないよ。もう十息ぐらい頑張んないと。というわけで、2023年に向かって、皆様も良いお年をお迎えくださいませ。はい、出せたら、うん、そうね、もう一本ね、頑張ります。何がいいだろうね。え、正月料理だって。ローストビーフ。あ、これをね、これね、やってみようかな。いや、もうちょっと、もうちょっと、まあ、だけどほら、あんまり煮物とかお作りにならないよ、家庭もうね、今やね。そう、これだったら喜ばれる、子供も喜ぶ。そうそう、それはね、そうそうそう、そう、子供大した肉じゃないですよ、うちのことだから。うん、まあ安いの探してきた。あ、いちぼだから、ももよ、もも、赤身のところ。いちぼ一会ってな。あ、それ一期一会ね。はい、どうぞ。というわけでございました。では皆様、はい、風邪ひかないでください。本当に大雪だったり、はい、ね、寒さ、寒波がすごいから、どうぞお気をつけてお過ごしください。はい、それではまた、ありがとうございました。本当だよ、本当よ、うん。